今回は手筋をやっていきたいと思います。問題は全部でむ問で、すべて黒線の問題ですね。ではまず左上の問題から見ていきたいと思います。左上は、まあ、この白石どうやったら全部取れるでしょうかっていう問題ですね。まず失敗図なんですけど、こちらに打つ手は、白に、ここに押さえられてしまって、 これはスペースが広いですので、白が簡単に生きてる形ですね。ということで、正解なんですが。あまあ、他に失敗図としては、まあ、置くのも遮られてしまって、まあ、これも白生きてる形ですので、これも失敗ですね。なので、正解図なんですけど、まあ、こちらですね。ここにつけるのが、 手筋でした。これで白が遮ることできませんから、遮ったら取れるっていう形ですから、こう押さえたら、こちらに打って、で、白が繋いだときに、中に打って、まあ、これで、黒が無条件で取れるという形でした。まあ、これに対してこっちに打つのは、これ取られてしまう。 ここが、開け目という形で目じゃないですから、これも、白が無条件で死んでるという形なんですね。なので、この問題は、こちらに打つのが正解でした。では続いて、右上の問題、見ていきたいと思います。右上の問題は、ここの白石ですね。この白石どうやったら、どうやったら取れるでしょうかっていう問題ですね。 まあこの問題なんですけども、まず失敗図なんですけど、まあここに打つような手ですね。まあこれは白にここに打たれて出られてしまって、まあこれ、白が伝わらないですから、これはちょっと失敗なんですね。なの。 えー、正解は、こちらに打つ手。ここに打つ手が正解でした。こう。で、まあ、白がこちらに打ったときに、まあ、ここで手筋がありまして、ここに打つのが手筋なんですね。で、これで白を取れてる形なんですね。まあ、例えば、こちらに当たり打ったらもう繋いで、 白ダメ詰マリという格好でこれ取れてる形なんですね。繋いだら全部取れますよっていう形ですね。こっち伸びたらここに打つ手があってこれ取っても取り返すっていう形があるので取られても取り返すっていう形あります。これは取れてますね。 こっちなんか打ったらこれね、取れてる形ですから。これも大丈夫。まあ他には、まあ桂馬とかですね。桂馬とかも、これは、まあこれも、こうやって出て、こちらに打てば、これ簡単に取れてるっていう形ですね。 取ったら取り返す。簡単ですね。まあ、こっちでも、今一応取れてますけどね。でこれでも、取れてる形ですけど。まあ、当てに継ぐことができるっていう形ですから、一応取ることはできますね。ただ一応外側からピタピタとね、決められてしまう。まあ、取るときはこう こっちの方が分かりやすいですかね。だからこういうふうに打ってきても跳ねて、ね、こう打ってきてもこれで。やはり先ほど解説した通り、これ取れてるっていう形ですから、だから白が何か外側に出ようとしても、切りで取れてるっていう形なんですね。だから大丈夫。 なので、まあ、この形はこちらにこすむのが手筋でした。で最後に右下の問題見ていきたいと思います。まあ、この形は、まあ、どういうふうに打つのが手筋でしょうかっていう問題なんですが、もういきなり正解いきたいと思うんですが、こちらにつけるでここに打つのが このの問題の正解でした。まあ、ここに打つのが手筋なんですねで。白が遮った時に、まあ、これ大事な手がありまして、まあ、ここで黒が切るのは、まあ、白もこうやって戦ってきますからこれ難しい戦いになりますから、まあ、ここで黒から手筋があるんですね。でその手はどこかというとこちらに当てるのが。 これなかなか知らないと打てない手筋なんですね。で、白が逃げたときに、ここに打つんですね。で、これで白が逃げたら、こっちに取ることができて、まあ、これは、黒が大成功の形ですね。まあ、白を突き破ってますからね。白の陣地っていうのを。で、ここで、 で、まあ、こっち繋いだら、こっち取っちゃえばいいですから。これも大成功。だから、まあ、取った時に、こっから当てる手がありまして、繋げば、これ全部取れるっていう形なんですね。もうこれは、ここで、もう黒、大成功ですね。 これも逃げたら逃げた分だけ全部取れるっていう形ですね。取れちゃいますね。なので、えー、ここに打たれて、これ部分的に白潰れという形で困ってるっていう形なんですね。ここに打たれてしまう。なので、この問題は、付けからこちらに当てるのが 手筋でした。なので白としてもツけに対して、えー、何かこちらに変化するぐらいで、まあ、黒もこうやって白の桂馬の形を突き破ることができるという形でした。まあ、こうとかこうやって戦っていく手もあるので、まあ、いずれにしてもこれが黒が成功した形ですね。 というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。